未然は、広島県2日市市宮島町の宮島の中央部に、ある標高535メートルの山。古くからの信仰の対象になっている。山頂には2013年に建て替えられた、展望台、宮島未仙展望休憩所がある。初代内閣総理大臣、伊藤博文は、日本三景の一の進化は、頂上の眺めにありと絶賛した。 周辺海域及び島全体として、瀬戸内海国立公園内に位置しており、未然の山麓は、ユネスコの世界遺産、五福島神社の登録区域の一部となっている。北側斜面には、国の天然記念物となっている、三つ山原子林が存在し、暖温耐性新葉樹のモみと南方系高山植物、ミミズバイの同居やヤグル車の群落など、得意な植物、 植生の分布が見られる。登山中には鹿に出会うこともある。頂上の巨石群と鹿平安時代の大道元年に空海が未染を解散し、新言密教の主言道場となったと伝えられる。山頂付近には五山神社、山頂付近から山麓にかけては大聖院の数々の道具、そのには五福島神社を廃し、信仰の山として古くから参拝者が絶えない。 山名については、山の形が趣味山に似ていることからという説や、元は、お山と呼んでいたのが、未然となったという説などがある。なお、山頂にある三角点の名称は、お山である。山頂一帯に見られる巨石群は、岩倉と見られる。岩倉を採取対象とする、山岳信仰の開始は一般に、古墳時代以降とされる。厳島沿岸部に、複数存在する。 縄文遺跡及び同時期の遺跡であるじ午前南町遺跡など、対岸の縄文遺跡からも祭祀に関わる明瞭な遺物は確認されていない。郷土視野の木本泉はこれを縄文時代の祭祀遺跡と主張するが、資料的裏付けに欠ける。未戦中腹からは古墳時代末以降の祭祀遺跡が発見されており、未戦に対する山岳信仰は、この頃始まったものと考えられている。 未線北側尾根城の標高270の280メートル地点に、ある岩海群周辺の山中から、古墳時代末から奈良時代にかけての末液や弾き、目の聖魔が玉、鉄属などの採祀物が採集されており、山頂から、麓の採上に神を招き下ろす祭祀が行われた、岩倉に否定する説がある。未線の本堂付近からは、 奈良平安時代頃の緑油陶器やフツバ鉢などが出土した。未千水政治は従来鎌倉時代に対岸から移設したとされていたが、より古い時代に創建された可能性がある。宮島三橋から五福島神社まで来るとその周辺から山頂まで、主に7つの登山経路が存在する。転送元、カテゴリ微三原子林に関するカテゴリ、消えずの霊下に関するカテゴリ。 ありがとうございます。